はい。へんてこ時計、へんてこ係数時計第3弾ですね。まあ、リベルソぐらいにもう有名な時計になりますと、モノマネするメーカーもたくさん出てくるわけですよね。ハミルトンや、確か他にもなんかいっぱいありましたよね。だったかな、ジェラルペルゴかなんかもあったような気がしますけど、いろんなメーカーで作りました。で、これはもうジャガルクルトも呆れたでしょうしと思うぐらいチャチ作りです。オルマ社が作ったリベルソですね。もうこういうなんかこうチャチ時計が好きなんですけど、もうガチャッと開けるとですね、なんだっていうね、この真ん中で回転しちゃうんですよね。簡単すぎるリベルソ構造でひっくり、まあ、とりあえずひっくり返りゃいいんじゃないのっていう感じで作ったんでしょうね。なんか、ジャガルクルトも呆れちゃうっていうような構造ですよね。まあ、さすがに、この時計もあんまり見ないんで、多分珍しいと思うんですけど、そう、価値があるとは思いませんけれども。オルマのリベルソですね。はい。版権に引っかかったんでしょうか、これも。まあ、そういうことで、オルマのリベルソ。まあ、これも、へんてこ係数時計に認定したいと思います。機械は後ほど開けて。